全国のあんこスイーツが大集合したイベントが今日から鹿児島市の百貨店で始まりました。新年度の慌ただしい日々に甘いもので一息つくのはいかがでしょうか。鹿児島市の山形屋で始まったのは大福にあんパンなど全国のあんこスイーツが大集合したあんこ店です。5回目の開催となる今年は初出店の14社を含む60社が参加し、およそ900点のスイーツが一堂に会しています。長い行列ができていたのはたい焼き。北海道の厳選された5種類の豆の味わいを楽しむことができます。中でも粒が大きくふっくらしているのが特徴の大納言をいただきました。うん、おいしい。甘さと香りがすごくしっかりしてます。で、生地はもちもちで、豆の粒もよく際立ってるので食感も楽しめますね。こちらは大阪発の見た目も可愛いシュークリーム。あんこにカスタードクリーム、そしてホイップクリームが3層になった贅沢な一品です。他にもその場で焼き上げるどら焼きやもなかなど、あんこ好きにはたまらないスイーツの数々にお客さんも興奮気味な様子でした。あんこが大好きなので嬉しい。あんこ同好会っていうのを作ってるんです。鹿児島にいながらいろんなところのものがいただけるし見れるし楽しいです。このほかあんこスイーツと一緒に楽しめるお茶や器も充実しています。好きな方はもっと深掘りして好きになってもらえますし、まだまだこれからっていう方はもうのめり込んでもらうためのあんこ店だと思ってますので、ぜひ期待していただければなと思います。あんこ店は今月16日まで鹿児島市の山形屋で開かれています。